今夜の晩ご飯です。牛鍋風鍋皿牛皿味噌汁そしてサラダスムースケです。今では牛丼や豆腐で回って牛丼です。牛丼食べますが、昔は牛丼屋なんかなかったです。今日はね、寒くて風もすごかったです。だけど、これも春が近づく天候ですから、大変はなりません。自分は寒くてもうまいもん食えれば大丈夫であります。Thank you.
な。お母さんの作る飯は毎度毎度うまいんで、平和するなと自分は思う次第であります。この卵の皮も絡まり具合すごいじゃありませんか。うん、そしたら今の薬よりもっと強烈な薬をいただけることになりまして期待しております。何て言うんですかね、患者さんもいっぱいいましたね。皆さん大変だ。
木村橋っていうのは明治の初めに流行ったものだそうですが、いつの時代になっても日本人は好きですが、そういう雑誌も好きにするのは牛丼が食べたくなるんじゃありますね。そこで徳松ってやつを食べております。まず先生、牛丼には通訳というものがありますが、自分は通訳より通訳の方が好きですね。最初に決めるのは干し肉セットであります。そうすると漬物がセットになった名物もあります。最近は粘着っていうのもあるそうですが、
むちゃくちゃありません。お店の通りに出してくれる通りに食べるのか、いじってもんじゃございませんか。明日はそう思います。何だか忘れちゃいけねえや。満喫しました。お姉さん